誰がどう見てもうまくいってないというか、まあ、勝ててないので実際に、まあ、納得のいく結果では到底ないし、まあ、内容も、まあ、負けるべくして負けてるんじゃないかなというのを思ってて、まあ、自分の得意な位置でボールを受けられて、で、まあ、いい形でターンもできたんですけど、自分のパス自体もそこそこいいパスだったと思うんですけど、まあ、たくまさんが決めてくれてのアシストなので、まあ、自分のアシストっていうよりはたくまさんのゴールが素晴らしかったなっていうの、まあ、あのパス自体は、まあ、練習でこう風間幸輝さんとか慎二さんが、まあ、散々なこうお手本のようなパスを見せてくれてるので、まあ、それをちょっとこう普段から真似して練習はしてたので試合で出せてよかったなと思ってます。試合でこう自分の力を持ってる力を、まあ、ある程度安定して発揮できるようになったのがすごく、まあ、去年から比べると大きな進歩だなというふうに思ってます。田中圭太さんはすごくやりやすい、まあ、今サイドバックやってますけど、まあ、ちょっとレンとか池田レンとかはお互いに動き合ってこういい関係を築けやすいなっていう、うん、できることならずっと家にいたいんですけど、まあ、漫画読むか将棋してます。ネット将棋やったり、あとは将棋の中継図を見てたりしてます。まあ、大生が立てるんですけど、ちょっとたまに遊んだりしてますけど、どっちが強いですか？いや、僕ですね。負けないです。はいはい、あれはそこはちょっとヨンジさんの方が詳しいと思うんですけど、あんまそこは、なんだろう、突っ込まれないように隠れてきてるんですけど、普段は。まあ、ちょっと恥ずかしい。でもヨンジさんも結構隠れているんですよ。あの SNS とかだとちょっと出てますけど、あのチームメイトの間とかではそういう話しないんで、まあでもシンジさんとかも鬼滅の刃とかちょっとハマってたので、10ゴール10アシストっていうのを、まあ、シーズン初めからずっと一貫して持ってて、最近プラスしてすごく思うのはもう完全にスタメン、まあ、レギュラーをもう取り切るっていうか、もう圧倒的なプレーをしたいなっていう、まあ、僕がもう本当子供の頃にすごく強くて今ずっと J1 にいるようなイメージがあるチームですけど、琉球の今チーム状況結構厳しいですけど、でも、まあ、勝てない相手ではないっていうのは、まあ、確実に言えることだなとは思ってるので、まあ、自分たちの力を出せれば、まあ、あとは運が良ければ勝てるなっていうのは思ってます。背番号14松本雅也、背番号15伊藤裕樹。
最初らへんよリズム良かったけど、まあ、ジュビロのルキアンがやばかった。すごいリズム変えてた。息子に同じです。今日の試合勝って惜しかったけど、でも引き分けで終わってしまいました。でも次は勝ってほしいと願います。サッカーセンスに決めたら、もっと上ある信也決めたいです。どういうこと？2対2に持ち込まれたんですけど、でも次に期待できるゲームだなと思いました。小泉選手に期待してます。今いいプレーしてるなと思って見てます。ボールを取られないっていうところが安心して見てられるなっていうのと、仕掛けるとき仕掛けてるなっていう感じがして期待感があります。チームとしては、まあ、先制できたんですけど、まあ、その後自分たちがボール握れずに相手にボールを握られて、まあ、主導権を取られるっていう展開がすごく続いて、まあ、苦しいながらも、まあ、うまく耐えられてたかなと思ってたんですけど、まあ、やっぱり1枚相手の上手で追いつかれてしまって、まあ、個人としても本当に、まあ、まだまだ課題がたくさん出て実力が足りないなというふうに、まあ、思いました。そうですね、前半の30分ぐらいまでは、まあ、結構自分たちはやりたいこともやれてて、まあ、間々でボールを受けていい展開できたと思うんですけど、まあ、そこからがやっぱり課題だなというふうに思いました。相手のポジションが、まあ、上手くて一人一人の技術が高いので、まあ、ボールの取りどころが見つからなくて、やっぱり押し込まれて守備で走らされているので、いざボール取った後も自分たちがつなげないっていう状況がすごく、まあ、長く続いたと思っていて、まあ、ただやっぱり1点リードしていたので、まあ、ここをしのげれば、まあ、勝つ目は全然あるだろうと思って、まあ、やってました。好きな選手、小泉佳代選手。キープするときはどうしてキープするんですか？まあ、子供の頃からその基礎技術のところを本当に、まあ、よくトレーニングしてたので、まあ、そこが生きてて、まあ、自分が思うようにボールを、まあ、動かせてるんじゃないかなというふうに思います。いや、もうひたすら基礎をやってて、まあ、本当にだからドリブルのドリルとか、ちょっとしたパスとコントロールの練習とかを、まあ、両足同じようにできるようにっていうのを、まあ、すごく意識してやってました。この子たちに、まあ、子供たちに本当に言いたいのは、サッカー楽しくなかったらやる意味がないので、とにかく楽しんでほしいし、まあ、楽しくて始めて、でやっぱだんだんサッカーってやってると辛いことがどんどん増えてきて、楽しいだけじゃできなくなってくるんで、まあ、そうなる前にまずはとことんサッカーを楽しんで、サッカーのいいところ楽しいところをどんどん覚えていって、そしたら結構自動的に上手くなっていくものだと思うんで、もうすくすく楽しいところでサッカーをやってほしいなって思います。